稲佐町は、かつて、静岡県稲佐郡にあった町。現在の浜松市北区稲佐町の区域に相当する。かつての東東海国西部に位置し、静岡県を三分割する際には、静岡県西部に区分される。浜松市稲佐地域自治センター2005年7月1日、周辺住市町村と共に、浜松市へ編入され、稲佐町は廃止された。浜松市への合併時。 合併前の稲佐町の区域をもって、地方自治法第202条の4に基づく稲佐地域自治区を設置。旧稲佐町役場庁舎を利用して、浜松市稲佐総合事務所を設けた。2007年4月1日に浜松市が政令指定都市へ移行したのに伴い、北区の一部となり、稲佐総合事務所は、浜松市稲佐地域自治センターに名称を変更した。 2012年3月31日をもって、稲佐地域自治区が廃止され、翌4月1日に、浜松市稲佐地域自治センターは、浜松市稲佐共同センターに、名称変更した。天竜浜名湖鉄道天竜浜名湖線、金沢市駅竜部下寺園林在修明神寺派の寺院。天平5年に、行記によって開かれたとされている。地線鑑賞式庭園が、 国の名称に指定され、寺院に収められている、総判金集万花谷三冊が、国の重要文化財に指定されている。また、流部家デラガラン六棟と、資本金自着職有楽図六極一層は、静岡県指定有形文化財に指定されている。NHK 大河ドラマ、女城主寺家とらで知られるい,い家の菩提寺である、全長1キロメートルを超える、小入道。 2億5000万年前の石灰岩自体にあり、1981年に洞窟愛好家二名によって発見された。約400メートルが一般公開されている。洞窟内の温度は1年を通して摂氏18度に保たれ、夏は避暑地としても人気がある。敷地内にはお土産売り場や飲食店、あゆまり園など洞窟以外にも楽しめるポイントがあり。 程よく観光地化されている。ありがとうございます。